それでは最初に博物館について一件ご報告をいたしまして、後ほど皆様のご質問にお答えをさせていただきます。命の旅博物館は平成14年11月にオープンいたしました。市政50周年の年に初めて単年度の来館者の数が50万人を達成する見込みとなりました。達成記念のセレモニーにつきましては、その詳細は近日中にお知らせをいたします。この博物館は今年3月にリニューアルをいたしまして、スーとして知られるティラノサウルス、レックスの世界で初めての常設展示を行っておりますが、その他新たな標本、演出を導入して展示の充実に努めてまいりました。特別展も市民の関心が高い内容をテーマに企画開催して多くの方に楽しんでいただきました。今年は春には北九州市の宝物、夏には世界の昆虫展、秋には大和渓谷が見える、そういうテーマで、展示を行っております。また報道機関の皆様方にも積極的に博物館を PR していただきまして、50万人達成にお力添えいただきましたこと、厚くお礼を申し上げたいと思います。今後もさらに魅力ある取り組みを続けたいと考えております。12月21日からは市政50周年記念事業といたしまして、冬の特別展、インチョン広域市立博物館、そして旅順博物館の名品展を開催する予定です。特別展の開催に合わせまして、両博物館の館長を招聘いたしまして、東アジア友好博物館館長会議を開催して、友好交流をさらに推進する考えであります。特別展では両館が所蔵する国宝級の貴重な名品など82点を展示して、その魅力を堪能していただきたいと思います。報道機関の皆様方には今後とも積極的な PR をよろしくお願いしたいと思います。それではご質問でございます。まず発表事項で、初の命の旅ですが、初の単年度50万人ということで、どういう意義づけがあるというか、どういう意義があるというふうに考えていますか。14年度からの毎年の入館者数を見ますと、最初は16万人でスタートいたしまして、恐竜展で平成17年度48万3000人行ったことがあります。それから30万人だったわけでありますけれども、50万人を超えるというのは初めてのことでございまして、旅行サイトにおきましても、昨年の調査では、行ってみてよかった博物館のランキングが出ておりまして、1位が広島の原爆の、建物でございます。そして2位が命の旅博物館ということで、非常に好評を博しているということだと思います。関係者も頑張ってまいりましたけれども、50万人台という、一つの大きな目標を達成することができまして、市民の中にこの博物館に対するいろんな愛着といいますか、温かいエールの気持ちがしっかりと根付いたんだなということを感じております。あと発表事項以外ですけれども、はい、昨日ですけれども、LCC のリンクですが、就航前にですね、自己破産を申請する見込みであるということで、北九州も就航が予定されていたわけでありますけれども、これが極めて厳しい情勢になっているということで、市長としてどのように受け止めていらっしゃるか。はい、やはり24時間使えるこの空港の利点を生かしまして、国際便また国内便の増便に努めてまいりました。リンク社からはこの北九州空港を活用して松山、そして宮崎便の構想が出ておりましただけに、大変期待をいたしておりました。今回、財務上のいろんな課題もあって、それが頓挫したということは残念であります。やはり、国際競争も激しくなっておりますし、そして円安の
マイナスの影響がやはり燃料調達その他出ているんだと思います。本当に残念でございます。本市としましては引き続きこの北九州空港をしっかりと活用していただけるように、あらゆる努力を尽くしたいと思っております。特に福岡空港との関係で言いますと、相当に便が混み合っているようでございますし、リニューアルするにしても10年はかかるだろうと。その間のアジア経済の発展ぶりを考えますと、ここでもう一度貨物航空を軸として北九州空港を日本の航空行政の中でもう一度位置づけをですね、しっかりとしていただきたいという思いがございまして、12月議会におきましても、改めて、この北九州空港の重要性と東九州道の開通を間近に控え、また福岡空港との関連におきまして、しっかりとした日本の空港数ある中でもですね、重要な空港として位置づけをしていただき、その整備に努めたいと、こう思っております。そういう過程でまたこの内外の便を増やしていく努力を続けたいと考えております。ちょっと不勉強で恐縮なんですが、出港にあたって市としては補助金などは出していないということでよろしいですか。まだ正式に決まって契約していたわけではありませんので、じゃあ各社さんよろしくお願いします。石川県で2件有事ですけれども、日本の博物館の50万人に到達するにあたってですね、お客さんの内訳なんですが、例えばその修学旅行でその域外から来られる方が増えているとか、何かしらその観光誘致の策が実っての傾向なのかどうなのかという点が1点と、あと、企画イベントで、インチョンと旅順の博物館 の名品展と館長会議があるということでしたが、館長会議に至っては去年は領土問題などがあってなかったというふうに聞いておりますが、それを超えて今回北九州で、ちょっと順繰りは変わっているみたいですけれども、あるというの意味があるというふうについて市長の見解をお聞かせください。ちょっと内訳の具体的な数字はちょっと今手元に後で答えていただくにしまして、やはりこれまで博物館としても魅力を高めるためのいろんな努力工夫をしてまいりまして、今年3月にリニューアルをしておりますが、ここで、スーという巨大なティラノサウルスの標本をですね、常設展示ということをやりましたし、いろんなことをやってきたわけでありますが、そのリニューアルの後にですね、やはりテレビ、新聞、情報誌など広く周知をしていただいたということで、特に遠方からの来館者が増えているということであります。また夏の特別展で昆虫展というのを、行いましたけれども、非常に珍しい、標本を展示したこともありますし、それから家族連れの方が増えたということで、夏の展示としては過去最高の12万人を超える来館者になったと、そういったことが見えてまいります。ちょっと補足を勉強会をしてますか。サービスにリニューアルをいたしまして、リニューアル約1週間で2万4000のお客様を利用いたしました。4月5月の前年対比200% ということで、リニューアルによる、効果といいますか、報道機関に大変ニュース等で取り上げていただいたその結果だと思いますけれど、市内以外の、県内地域の、福岡等々のお客様の数が大変増えております。また県外、広島、東の方で言いますと広島、西の方は長崎、
南の方になりますと鹿児島あたりからのお客様も大変増えておりまして、全体的に九州一円といいますか西日本各地からの来館者が増えているということで、市内だけの来館者じゃなくて、先ほど市長がご説明したように、遠方からのお客様が増えているということが結果として来館者のようになっているというふうに考えております。それで修学旅行等につきましては、やはり修学旅行誘致というのは博物館にとっても大変重要な課題ということで、来館された修学旅行団体等へのアンケート調査を行ったり、各、旅行代理店が修学旅行の、企画等を行いますので、修学旅行で来ている地域への旅行会社への誘致活動等も積極的に行いました。その結果、やはり修学旅行等の団体も、今年度の今現在で、過去2年分を上回るくらいの、すでに、団体としては、10万5千人というお客様にお入りいただいております。これは24年度の9万5千人、23年度は年間全体で10万6千人ということで、ほぼその数字に達しているという勢いでございますので、団体の数も大変増えているような状況でございます。2点目のご質問に戻りますが、北九州市は大連市の中に旅順がありますけれども、友好都市の関係がありましたし、また仁川市とは姉妹都市の関係にありまして、市民各界の交流を深めてきたところでありますが、近年このそれぞれ素晴らしい博物館がございますので、博物館同士の交流も新たに始めて今日に至っております。その中でそれぞれの館の企画展をですね、他の2都市の方でも開催をすると順に、巡回展示ということで、これまで旅順の博物館の開館95周年の時には大連都市の発展写真展というのを開催しておりますし、また本市の市政50周年の時には北九州市の宝物展、そういう中でそれぞれ3都市で、巡回をするということをやってまいりました。最近では大連モダンの風景という特別展も2年前に開催しております。そしてそれぞれの学芸員をですね、招聘をして、交流を深める、写真資料の保存と活用、また教育普及プログラムの比較といったこのテーマを設定いたしまして、研修を行うという、学芸員同士の交流も始めているところでございます。その中で、昨今の国際関係の緊張に伴いまして、なかなかかつてのようにですね、進めるということが時に、容易でない、こともあるわけでありますけれども、今回そういうことで3都市がしっかりと連携をして、展覧をしていくと、それぞれの、宝物、大切なこの貴重なものをですね、北九州市に、展示をさせていただくという形で、これまでの3つの博物館の友好交流をまた新たに今後強めていくという、そういう第一歩になることを期待をいたしております。国際関係というのはその時々にいろいろあり得るものでありますが、こういう文化、芸術、あるいは市民草の根の交流、そして特に本市が力を入れております環境、技術の交流、こういったことは本市にとりましても大変重要なことではないかと考えております。一部報道であったんですけど、境内祝い金を減額するという報道があったんですが、それに関して市長ご自身の見解をお聞きしたいんですけれども。これはこれまで何回か議会で、他の都市も境内祝い金の制度をやっていないところが増えているし、額の面でも見直しが必要ではないか、
そういう他都市との比較、あるいはこの財政負担という観点から当初見直しを求める議論が提起されたと思います。でその中でですね、まあ、確かにそういう他の都市ではですね、現金給付といったやり方は少しずつ変化をしつつあるという実態がはっきり見えてまいりましたが、まあ、私自身といたしましては同時にですね、市民の一番の市政要望はずっと、まあ、一度防水というのになったことがありましたけれども、この十何年間ずっと高齢社会対策の推進を挙げていらっしゃるんですね。で現実にですね、買い物難民であるとか交通弱者であるとか一人暮らしが増えて認知症対策どうするのかとか、様々なですね、まあ、健康づくり、生きがい、あるいは介護といったそういう高齢社会に、関わる、非常に重要な様々なテーマというものが目の前にどんどん大きくなってまいりまして、現実に財政負担の面でも1年間に、まあ、医療介護で5億円ずつ増えると、まあ、こういう状況にもなってまいりました。従いまして、この財政という問題提起が議会の一部からあったわけでありますが、市長といたしましては同時にむしろその高齢社会対策の推進のためには安定した財源が今後必要になる、そして、介護だとか国語で毎年、どんどん大きく予算が膨らんでいく中で他を削るといってもですね、そうなかなか簡単なことではありませんね。そうしますとですね、やはり、高齢社会対策でこれまで従前からやってきた政策ももう一度現時点で見直しをしてみて高齢社会対策を充実させるために充当していくべきではないかという考えもございまして、そういう観点からこの保健福祉局に、何らかの見直しを検討を指示したところであります。で何よりもこの、多くの市民にとりましては、まあ、大変楽しみにされている、そしてまた長寿をお祝いするという制度の一環として長年にわたって支給され定着してきた制度だけにですね、市民の中にもいろんなご意見があると思いましたので、市として、この議会議員の皆様方のご意見も丁寧によく聞きながらですね、検討を進めていくところです。でこれで決定をしたという段階に行政としてはないんですけれども、その保健福祉局が中心になって、議員閣議やあるいはこの支給に関わっている民生委員やいろんな方々のご意見を集約しているということでございまして、まあ、こうした意見を踏まえて今後行政としても来年度予算編成の中でどうするかということを決定をしていきたいと考えております。従いましてこの問題はこの敬老祝い金制度をどのようにその再構築するかということもありますが、それ以上にですね、市長といたしましては、この高齢社会対策をより充実させるために今特に市民が強く求めていらっしゃること、政策は何かと、それにどのように当てていくのか、もちろん敬老祝い金をどのように変えましてもそれによって得られる財源ではとても高齢社会対策は支えきれませんけれども、その貴重な財源をですね、高齢者の皆様方に、しっかりとした安定した財源でもって活用して、いきたいというそういう提案ができるように一緒にですね、制度設計と同時に、充実させる高齢社会対策も含めて今後議論を深め、来年度予算編成で決定をしたいとこのように思っております。現時点で市としての提案はこういうラインというのは何でしょうか。保健福祉局を中心に、議会あるいは市民各界のご意見を集約してきた段階でございまして、まあ、今後先ほど申し上げましたように来年度の予算編成の中でどのような制度設計を行うか、また長年定着してきた制度だけに、丁寧にこういったこの高齢社会対策で、
政策を強化をしていくということも合わせてですね、決めていくということでございますんで、現時点において決定しているわけではありません。報道を受けて、なんか高齢者の方から反応ないし、発表というか、まあ、そういった話というのはありますか？そうですね、中にはそのありがたいけれども、例えば最近は少子化が進んでいるんで、国の方も自治体も高齢化ということには大変、気遣ってもらうけれども、まあ、やっぱり支えてもらうのは若い世代なので、そういった子育て支援だとか、ああいうことに使ってもらってもいいんだけど本当にいいかなとか、そのような声も確かにあるんですね。と同時にですね、まあ、やはり楽しみにしていたという声もあります。またお配りいただいているその民生委員の方にも現金を扱いますので、大変この負担になっているという実情も、まあ、今回、検討を開始しまして、改めてそういう声も多数聞かせていただきました。教育委員会のことです。ごめんなさい、もう一点付け加えますとですね、今回は7つの区に、保健福祉担当の専門家を置いているわけでありますけれども、まあ、高齢社会対策の推進っていつも1位になるんだけれども、まあ、いつも接していて高齢者はどういうことを期待されているかという、ことも聞きました。そして、まあ、確かにありがたい敬老祝い金なんだんだけれども、先ほど私が申し上げましたような切実なこの介護でありますとかね、認知症や高齢者の生きがいづくり、健康づくり、ああいうものを充実してくれるといいですねという声も確かにありました。失礼しました。どうぞ。教育委員会の件なんですけど、はい、中教審が昨日、はい、教育委員会の最終決定権というかですね、最終責任を自治体の長に追わせるという案が出てきたと思うんですけど、それについては市長の見解というのは現状維持の方がいいのか、それともより市長の権限がというのはどういうお立場でしょうか？中教審における議論でありますが、やはり教育再生をですね、非常に、国家の重要政策という位置づけをされていると思いますし、やはり権限と責任の明確化というのは大切だと。そのためにこの抜本的に教育委員会制度を再検討すべきではないかということで鋭意、議論されてきたテーマだと思っております。基本的には現行の制度の下で、教育長としっかりと連携をして、首長としての職責を果たしているわけでございますが、今後国会にですね、関係法案を提案するということとなりますと、それぞれ与党の中での意見調整もあるでしょうし、また今回の答申にもですね、一部こういう意見があったという議論も併記されているようであります。なかなか教育委員会の政治的中立性という長年の非常に重要なテーマもありますので、最終的に国会にどういう形で提案されるか、そしてどのようにして法案が成立するかということをですね、私としましては今後よく注視をしていきたいと思っております。いずれにしましてもいじめでありますとか、そして自ら命を絶つというような、ああいうそのいたたまれないようないうことが相次ぎまして、まあ、それを報道で、ご覧になった国民としてもですね、このままではいけないと、やはり、責任を明確化してですね、こういうことが二度と起こらないように、やはり根本的な改革が必要だというふうに、これは私は国民のほとんどの方が望んでいらっしゃると思います。そしてまた地方6団体もですね、この問題につきましては中教審以上にラディカルなその自治体首長に対して権限と責任をより明確するような
そういうその要望書を提案したこともございますが、やはりあの根本的なですね、改革が必要だという大きな国民世論を踏まえてのことだと自分としては理解をいたしております。あの国会で法律が決まりましたら、その方針で当然努力をさせていただくことになります。ボックスの幹部委員長先日幹部が市長のお話をしたんですけども、あのどういう内容について話し合ったというのか、あの話せる範囲を教えてください。あの担当者レベルでお話があったかもしれませんが、あの当初の予定からするとかなり選考が遅れているということに対するあのお詫びと説明がまずありました。それから、あののお話は、なかなかあの申し上げるのもどうかということでありまして、時期について報道によって、年内には決めたいというソフトバンクホークス球団の意向を知っております。命の旅に関連しまして、本当にあの収支の大枠をお伺いできますでしょうか。大体入場料収入が年間いくら、シープターンがいくら、プラス出ていく方がいくらぐらい、もう大枠だけで結構です。すみません、じゃあ、準局からお願いします。はい、準局からご説明します。あの平成25年度でございますけれど、予算総額は、事業費として3億2600万円。約3億2600万円です。収入の方は、入館料収入等がございます。今現在の、1億5000万ぐらいで、最終的には1億7000万から8000万ぐらいになるだろうと、今年度、大幅な入館者増になっておりますので、例年ですと1億3000万ぐらいですので、入館数に伴いまして、5割近くの、収入、入館料収入が増えているというふうな状況です。年間の支出としては4億台ぐらいっていう。年間支出は3億2000万円。あ、そう。これをあの入館料投資からの支出で賄っているっていう。入館料とは入館料は歳入歳出別になりますのであれですけど、市の歳入として入館料収入として、先ほど申し上げたような収入があるというふうな状況です。ありがとうございます。よろしいですか。先週の金曜日には特定秘密保護法案が成立しましたけれども、それに、いろんな意見、反対意見も出てありますが、市長のお考えというか、見解がありますか。成立後の総理の記者会見も見させていただきましたが、お言葉にあったと思いますけれども、やはり国民の知る権利の制限につながりかねないテーマでありますだけに、そこからが総理の言葉でありますけれども、国家からですね、国民に対する丁寧な説明をしたいというふうに言われておりましたが、私もこの間の経過を見ておりまして、やはりそういう重要な秘密をですね、保護するということは必要な場合があるというふうに自分は基本的に理解はしているんですけれども、国民の知る権利の制限にならないか、あるいは一般国民に何か不利益なことはありえないのか、そういった国民の不安も大変強いテーマでありますので、そういった世論との丁寧な対話というものを大切にしてほしいと、そのように思いながら経過を見てきたところであります。今後総理もそういう
国民の説明への説明に努力するということでございますけれども、そうした不安というのはかなりの方が持っていらっしゃるように感じておりますので、やはり、国民生活にどのように、この法律の制定によって変化があるのかないのかといったことも含めてですね、丁寧に説明を政府からしていただきたいなというふうに思っています。地方自治の現場において、まあ、何が秘密かわからないという中で、なんかその影響というのはどうなんですか。地方の上で行政で通常は法律が成立すると政令、省令とかいろいろ形で補強していく、 そしてシステムが見えてはっきり見えてくるということが多いのですが、地方自治体も例えば外交国防に、時にはですね関わるようなこともあり得ると思うんですね。例えば沖縄なんかはまさに国防と関わっていますし、まあ、私たちも環境政策の展開という面でもやはり外交に関わることもあります。まあ、いわゆるこの法案が予定しているような秘密とは違いますけれども、まあ、今後よく精査をしていきたいと思いますけれども、今すぐにですねこの法律の施行によってですね、大変悩ましい制約といいますか課題を背負い込んだというところにはなっておりません。ただ法の施行に伴うこの自治体への影響なり我々の対応につきましてはよく精査もさせていただきたいと思います。他にもあるですか。はい、どうもありがとうございました。